サバです。速稼塾の久保です。今回ね、AI で音楽を作ってくれる、しかも歌まで歌ってくれるというね、もうそんなサービスを紹介しようと思います。こちらの方にありますね、自分の音楽を作りましょうということで、ユーディオベータっていうね、そういうサービスになります。ベータバージョンだと思いますので、もっといいやつがね、今後控えてるのかなと思ったら非常に楽しみです。もちろんこれね、アカウント作る必要もありませんし、無料で使えます。ですんでね、おそらくですけども、これね、作れる曲の時間が30秒ぐらいなんですよ。まあ、ベータバージョン、無料バージョンですからね。まあ、ですんで、本格的にやりたいよって方は、お試しの30秒を経て、しっかりとしたバージョンに乗り換えていただくのもいいかなと思います。私の方は、そのしっかりとしたバージョン、まだね、使ってませんので、そちらの方に関しましては何も言えませんけども、とりあえずね、無料で使っただけでも、すごい。いや、早速やってみましょうか。私の作った曲、ちょっと聴いてもらえますか。まずはね、こちらの方ですね。どうぞ。いかがですか？私、ロスジェネ世代51歳ですけども、私が10代の頃、洋楽を初めて聴いた中学生、高校生の頃にね、うわ、これかっこいいなというようなね、まあ、そんな感覚を覚えましたね。もう一曲、こちらの方。どちらかというとね、こっちの方が好きなんですけども、これね、同じプロンプト、つまり私の指示で作られた2曲なんですよ。これバラードっぽいですけども、後半曲調がね、変わるんですよ。この辺から聞いてみましょうか。で、前半の方と後半の方は曲調が変わっていくって形なんですけども、30秒ぐらいの曲になってます。ですんで、BGM にね、ポンとね、挿入するぐらいのものがいいかなというふうにイメージしてるんですけどね。それから、こちらの方は、ちょっと今さっきね、ポロッとかかったんですけども、かけてみましょうか。なんかドンドッケンみたいなね、ツインギターが聞こえてきますけどね。で、これも同じネタでこういったパターンの曲もできてます。間違えました。すいません、こっちですね。あれ違うな、これだな。ね、なんかね、同じようなリフが繰り返されてますけども、なんとなく頭を振るやつらのイメージが出ますね。で、これどうやって作ったかというと、あ、サインインするになっちゃった。ここに書いてますけどもね、このハードロックギターっていう2つのプロンプトだけでこの曲作ってくれたんですよ。で、前半の歌入りのやつってのは歌詞を私が入れました。どういうふうに歌詞を作ったかっていうと、日本語で歌詞を作ってね、それをディープラーニングで英語に変換してぶち込んだんですよ。そうしたらね、なんかオジー・オズボーンのようなね、それからヨーロッパみたいなね、まあ、そんな洋楽のバンドのイメージで曲を自動的に作ってくれてね、おお、なんか俺好みじゃねえかみたいな感じになっております。はい、この UDO ですけども、まだ私このね、4曲しか作ってないんですけども、早速ね、いい曲だなというものばかりができましたんで、これからますますこちらの方、こねくり回して進めていこうと思います。皆さんも使ってみてください。ユーディオ。下の方にね、udio.com、URL つけときますので、簡単にサインインできますから。で、その後、本当に簡単な作業でね、曲を作ることができますので、また一緒に楽しんでいきましょう。それでは、今回は以上です。お疲れ様です。